私は首都の下町で生まれたから祖国といって思い出されるのは私にとっては町の風景でも人々はいろんな環境で暮らしているから私は国民たちが住むあらゆる地方を訪れるのエルジア王国にはたくさんの地方があってそれぞれにちょっとずつ異なる文化がある アーセナルバードを一機撃墜したことによりエルジア軍の防空圏を大幅に縮小することができた航空優勢を確保できた地域にはオシア軍が侵攻しユージア大陸の半分以上を解放したとのことだだが追い詰められつつあるエルジアはシエラプラタ近郊の弾道ミサイル基地を稼働させようとしている現場では72時間前より人物資の動きが活発化しすでに発射準備は最終段階に入ったという判断が下ったミサイルサイロは地下深くにあり破壊するには戦略爆撃機の大型貫通爆弾による精密攻撃が必要だしかし現在当該空域は分厚い雲に覆われており爆撃機だけでは目標への精密攻撃が難しい本来ならば天候の回復を待つのだが状況が状況だ事態は一刻を争うそこで我が部隊が爆撃機の目となりミサイルサイロを探し出す君たちは特殊兵装の代わりに照準ポッドを機体に搭載当該空域を低高度で飛行し稼働しているサイロを目視で見分けそれを照準ポッドで捉えよ低層発射スイッチを押せば照準ポッドが計測した位置情報をもとに爆撃機が爆弾を投下するその上で着弾までの間照準の中心にサイロを捉え続けなければ命中しない飛行しながら爆弾の終末誘導を正確に行うには非常に高い操作技術が要求されるだろうただ当然ながら作戦区域には敵の対空火器や航空機の配備が想定されるから注意しろまた先の戦闘により機材と人員に損害が出ている本作戦にサイクロプス隊の参加はできないトリガー君のストライダー隊だけで作戦に当たってくれ。ストライダー隊、速やかに出撃せよ。
ミサイル回路はノコリ一つだ。これはミサイル接近。敵にロックされている。
敵の弾道ミサイル攻撃を阻止することに成功した。ストライダー隊の諸君、中隊長不在の中よくやった。ロングレンジ作戦の最終目標である首都制圧に向けて、その準備は最終段階に来ている。